こちらからお伺いします。正面です。すいません、正面に、はい、よろしくお願いします。お願いします。コキさん、本日のブルガリのジュエリーをまとってのドレスアップ、お気持ちはいかがでしょうか？はい、今日のそのドレスアップは、このセルペンティの美しいルベライトがポイントとなっているセルペンティのネックレスに、あとイヤリングとセルペンティの時計とリングを合わせました。で、とてもエレガントで、そうですね、ゴージャスなルックにしたかったので、このセルペンティのジュエリーに白と黒のドレスを合わせてみました。まあ、改めてその75周年の歴史とともに輝くブルガリのアイコン、セルペンティはコキさんにとってはどのような存在でしょうか？そうですね、セルペンティはその女性の美しさ、強さ、しなやかさ、そしてその真の本当に強い美しいところを表現している、とても素晴らしいコレクションだと思います。で、セルペンティは身にまとうだけで、その中から内側からなんか新鮮なその勇気とを自信をくれるような特別な存在だと思います。で、このセルペンティのジュエリーは、その職人さんの一つ一つの丁寧なお仕事が見ることができるので、その身につけた時も本当に肌にしっとりにじむよう、馴染むようなとても美しいジュエリーだと思います。はい、まもなく年の瀬ですが、ホリデーシーズンはどのように過ごされるご予定でしょうか？そうですね、ホリデーシーズンは来年の、映画の撮影の準備をさらにギアアップさせて頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。